最初の朝、おはようございます。皆様、山は北門から出るのが近いわよっていうご忠告どうもありがとうございます。ってことで、北門ってことはこっちだな。まあなんかいろいろとね、前回はやっていったんだけれども、まあとりあえずじゃあスノーヘッドマウンテンに向かいながら何しよっかなー。じゃあじゃがパパピーピー、まあとりあえず、あー間違えた、とりあえずゆっくりゆっくりやっていきましょうか。で、結局ね、あれからね、何か調べたっていうわけでもな、あんめえから、まあ、とりあえずね、まあ、メインストーリーを進めながら、で、一個思った。やっぱやるからには、お面は全部集めよっか。どのくらいかかるかわかんないけど、まあ、メインストーリーをクリアする流れで、まあ、できるできないっていうのは多分出てくると思うんだけど、まあ、無理って判断したらもう普通にクリアしちゃうけど、まあ、どうせやるんだったらなんかね、しっかりやってた方がいいんじゃないかなと思ったりもしたりしたんで、よいしょ、よいしょ。ということで、ポレポプン。で、トゥルトゥルトゥルン。で、ここでハンマーじゃなくて、ドンキーコングじゃなくて、こいつ何？ボム兵を手に入れましたんで、ボム兵を使って、わー、射準備 OK、中ドン、ボッカン、ドッキーン、テレテレテレテテン、入ります、侵入、バイバイ、ふん。で、ここに入っていくと何かがあるんですが、あれ、ここだったっけ？なんかこの4つ並びのさ、やつ、なんかいろんなところにあるから、でもとりあえず関係ないから、さようなら、ふん。トゥル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 あ、おめぽよんぽよんか。ということで、とりあえず、まあ、なんかちょっと、向かっていこうかなっていうふうに思うんだけど、ここから、飛び込み月中とかしとったらいいのかな。あ、違うな、こっちだったね。こっちから飛び込み月中だったな。じゃあ、くるっと回って、はいはい、てっちょー、ちょ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 、わーん、ちゃーん、ちゃちゃーん、ちゃーん、ちゃちゃーん、ちゃちゃーん、ちゃーん、ちゃちゃーん、お邪魔し、待ち合うら。あ、なるほどね。いきなり出会ったやつら、おー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 、ずいぶんとおでかいのがいますね。はーん、ふみー、やしょー。あれ？あ、ちゃ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 。ガキーン。てい、うん。あ、いた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 、やばい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 。やばい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 。これ効く？これの方が効く？こいつら。よいしょ。うん。これ食ってくれないかな、こいつら。逃げる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 、やや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 やガキン、やべガキの使いやわへんでいい、よいしょという部分、危ない危ない、もうなんか2体を2体同時に相手にするようなやつじゃなかすないような気もするけど、あいたい、あ、食らった、これってさ、ちょっと待って、ストップ、スタンバタンバタンバ、あ、妖精もいなくなってる、俺の相方ナビーちゃんがいなくなってる、ほい食らう、2匹とも、お、いいね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 、なんかよくわかんない方向向いてらっしゃるけど、とりあえずよっかーなからのカキン、はぁー、うー、そんなに、まあ、朝からそんなゲロらないで、朝7時半でしょ、朝7時半からこんなさ、なんか赤いものをゲロってるこいつら、なんか怖すぎるよ。さあ、一体何が出てくると思いますか。チュイーン、チュイーン、チュイーン、ブオー。さあ、いきなりお金がマックスでございますが、まさかこれは、まさかこれは俺の願っていた巨人の仮面チャラチャ、ああ、へえ、ありがとう。ハートのかけらがまさか手に入ると思ってなかったので、今私、びっくりしすぎて顎が外れちゃったんだけど、まあ、いっか、じゃあとりあえず、まあ、向かっていくは向かっていくんだけど、ちょっと待ってね、めっちゃ今ね、くしゃみが出そう。やばいよね。あ、ちょっと待って。耐えろ、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 雑音も同じ。やばい、やばい。しっかり、あ、おーし、耐えた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 。オッケー、オッケー、オッケー。よいしょ。ピッ、むちょ。おーし、耐えた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 。あー、よかった。じゃあ、とりあえず、99ルピー貯まったんで、貯金を預ければ、うわー、寒すぎる。これ、ティア金だったら完全に雪がマイナスになって終わった。あ、なんか埋まってたのか、君。あー、ギャロ。痛い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 。痛いって、そんなことしちゃダメですよ。よいしょ。切り刻む。何も出てこない。仕方がないからこっちに向かって。いや、ちょちょちょ、なんか全然向きたい方向に向かない。あれ、こんなだったっけ、スノーヘッドマウンテンって。すげえ滑るんだけど。滑るの問題はない。よいしょ、ほい。あー、ちょ、待ち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 。投げろ。あー、なんで投げない。え？
なんか巻き込み事故。あ、死んでないよね。ジュシュシュ。何も落ちてくる。あれ？うわぁ、なんかすげえ沈んでる。なに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 。ピブンピブン。あー、もう邪魔ない。来ないけど、ガンと来てくれ。やってんだろうが、おめえ、目が口穴なくかな。本当にもう、チャットってマジでね。もうチャットよりもやっぱ LINE 派ですよ。LINE のチャットみたいなもんだけどな。チャー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 。こっちでいいのかな。まともに行ったの本当に久々だね。なんかワープができるようになったらやっぱワープを頼っちゃうもんね、普通にね。山里亮太。先輩ですね。よー、寒いよー。あ、ドンケイド様だ。あいつになんと爆弾食わしちまったらそれで終わりなのかな。ちゃん、ちゃん、ちゃん。あれじゃろって？ここにさ、どっかでカッキーンってなんかぶち壊すやつってなかったっけ？こっちか？違うな。あれ？カッキンカッキン。つばめ、あ、いた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 。こいつさえぶち壊しておけば、とりあえず、あれなんかすげえ、どこに進んでたのか全く一切ガスは覚えてらんない。おつばさん、パッチャン！切ります切ります。魔法、いらない。で、これは？これ何？この時スローヘッド。あー、じゃあこっちじゃダメだな。スローヘッドはダメだから、ちょっと待ってね、じゃあとりあえず、街に戻ります。街に戻って貯金だけして、で、もう一回戻る。ちょっとめんどくさいけど、やるしかないよね。クロックタウン、チュルルー、チュルルー、チュルー、ピケ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 、お花ピトピク、シュルルルシュ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 ルシじゃあ69ルピー預けるか。じゃあ間違えた間違えた。はい、まあいいや。これ20、200ルピーやなんや。寿司ないけど、これ69ルピーやー。いやー、どっちかっていうと、寿司ないよりもやっぱり、あれですね、霜降りの方が欲しいですね。コンビ。じゃあ、とりあえず東行って、まあ、メインストーリーをクリアしていかなくちゃいけないんだけど、やっぱりね、ハートが心もとないっていうのもあるとね、大変なこっちゃですから、まあ多少はね、ちょっとハートのかけらをね、しこしこと集めるための三段も、やっぱやっていかないといけないって感じですよね。じゃあ、パカパッパパー。うふーんって、オカマちゃんがいるからね、こっち行きます。はぁ、ぶち殺してやりたい。チャラ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 。お客さんなんだよ、誰やにゃー、お客さんかしら。あ、よかったら遊んでく？ボムチュアテの日の、なよね。いいよ。あ、ジュルピー。あ、なんて良心的な値段なんだー。ということで、じゃあ一回ミュージックスタイルしよう。チャラ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 。これ狙っていくよりもさ、なんかさ、適当にピー、ピー、ピーって、こうやってたらなんかいつの間にか当たるんじゃない？ほら、ね。もうこう、もう、左打ち、無限打ち、チャラ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 。うわー、もう画面の方にチラチラ映ってくるのがもううざいな。もうほんと、この店がさ、もうなんか沈むまで爆発物を投げまくってやろうぜ。あ、一個逃しちゃった。適当に。ちゃー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 。オッケー、あと30秒で、残り何個？ 2 個？本当にこの建物大丈夫なのかな？我ながら心配になってきちゃったんだけど。ラストだろこれ。多分ラストだろ。あ、じゃあ、もう一個か。あ、終わった。チャラチャチャー、パーフェクト。こんな生優しいゲームでいいのか？建物の構造大丈夫？見たかい？パーにパー仕方がない。僕たちの、はい、ありがとう。顔がにやける。いや、見せつけてもいいけど、僕、子供でっかいらそんなことわかんないよということなので、そこにいるオカマちゃんを射抜こうとするな。まだ早い。じゃあ、稼いだお金でこっちもやっていきましょう。へへへ。おう、赤いやつ、青いやつ。赤い、うち放題なんだ。へえ。39匹。ピー。あ、ちょっと、むずい。あ、行き過ぎた。あー、もう逃してるし。ほい。ほい、ほい。
ちょっと待って、上向けたくないのに勝手に上向きやがる。トゥントゥン、オッケーオッケーオッケー、なんか案外うまいぞ俺、うまいぞうまいぞ、うまい、安い、早い、よいしょよいしょよいしょ、慣れてしまえばこっちのもんです。オッケー、あーこれこれ早いな、あーやばい、あなんとかいくか、なんとかいくか、おいた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 、よし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 、45匹ってやばくない、やったー、あれでも50匹撃たなきゃ、あ、やだー、なんだ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 、あれこれでおしまい、あ、ちょ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 、なコントローラー勝手に向こう行っち、遊んでみるか、いや、いっす、あっさ、そんな怒らんでもいいや、まあ、とりあえずやたてがなんか、あれなんか一発で、あれこれめっちゃむずいゲームだと思ってたのに一発でクリアできちゃったの。45、まあなんか謎に上を向くようなあの仕組みになるくらいだったら、まあこれができればいいんじゃなかろうかっていうところですね。はい。じゃあ、あ、違う。オッケー。じゃあこれで、メインストーリーに戻りましょう。まあ、3つアイテム手に入れたからね。アイテム手に入れたっていう表現はおかしいな。じゃあ、ちょっと、山里離れて、りょうたになろう。しずちゃん。だんだん暑くなってきたからね、やっぱアイスコーヒーの出番でございますよ。うん。まあ、真冬でもアイスコーヒー飲むけどね、俺はね。うん。まあ、嫁さん、おーちょっと待ってー、お前が心から欲しかった、喉からチンコが出るほど欲しかった。それは喉チンコだ。あれどこ行った、うん、よいしょ、あー、ゲット。よし、オッケー。でもこれ間違えて使わないように、とりあえず爆発物だけセットしといて、オッケー。あ、なんだ、あ、違う違う、なんだ、フクロウがいるのかと思った、あれもフクロウっていないよねって思ったけど、とりあえずこいつ入ってたらなんかうご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 う、あ、カッチカチやぞ、やる気ねえな、あれ待って喋れねえし、うごう、うるせえ、人がせっかくいい夢いて、あ、こいつ目あったんだ、よっしゃ、仕事の遅いが切れるじゃん、遅い、自分で言っちゃってるよ、ズボラ、うごう、お前だってそっちにバカでかいのがガボラ。ところでお客さん、今日は来ないけど、残念だけど、今休業中のさ、見てくれ、ローラが凍りついちまった。うちの商売上がってるんだよ。お二人ともさ、なんだろう。俺はそんな言った話信じちゃいねえけどなって。とりあえず、これで、お湯を持ってくるというよりは、普通に、あれでしょ、雪溶かしたらなんとかなるって話でしょ？うん、まあなんとかしてあげましょう。でもそれはいいんだけどさ、どう考えてもあいつ乳首とさ、乳首丸出しだしさ、上半身丸裸だしさ、防御力というかけらもない格好しただけど大丈夫なのかな？まあいいや、行きましょう。ちょん、ちょん、ちょん。えい、てらちゃちゃん。てぇー、てて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 おい、ちょちょい。ハートよこせよ。あ、よこしてくれた。こいつがよこしてくれた。ということで、ほい、パーン。あ、でもこれあれか、しばらく喋りかけなかったら確かあいつか、あれか、ヘリウムガスで、食いだってかくなっちゃったーってやつでしたね、確かね。邪魔。よいしょ。おじさん喋ろうよ。ちょっと待って、お前さ、やっぱり何人かいるだろ。なんか四つ子だか五つ子だかわかんないけど、とりあえず何人かいるだろ。じゃなかったらね、なんか初めて会ったはずだ。あれ、ここにも来たのかいってさ、なんかよく合うねーみたいな、うーんってなんかそういう反応してくれるはずなのに全くそういう反応がないってことは邪魔だっちゅう。ああもう分かった、はい、頭抱えてついてくんのかよ。はい、こっちまで来ないのね。はい、スローヘッドじゃなくてね、ゴロンの里だっけ。あ、ここはなんかあれにはならないんだって、滑るんだよね。で、こいつどうした、あ、違うな、喋る。さ、寒い頃、お黒さんも忘れそうな頃、ああ、でもこれで今入ったところで仕方がないよね。あー、ドゥーン。ペケペケペコポコン。とりあえずじゃあ入ってみるか。でもこれ入ったところで全く持ってもいい、あー、でもそっか。あ、意味はあるけど意味がないよな。おー、耳が取れそうだー。ちょっと待って。やばい、ぐるぐる回ったせいで気持ち悪い。めっちゃ吐きそう。うえ。
あれかな、あれ、こんななんか下とかあったっけ？なんかどっかに出れるのか？お邪魔しまーす。ゴロンの店、ちゃんちゃ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 、やる気ねえの。お、珍しいゴロ、いらっしゃいゴロ、店主と話す。よくそんな格好でって、ありがとう。こんな格好で来た、俺も俺なんだけどさ、おめえさんもさ、むしろ服着てないけど大丈夫？つか、すげえな、鉱山いっぱいあるんだな。こんなとこにお店ってあったんだね。へえ、これ出ていける？無理だった。残念でした。また来てね。うるるるるるる。さあ、行くか。ちゃんちゃ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 。お耳がうるさいね。てか、ポン、あのねー。子供の泣き声ってねー。うるさいよ。でも、それは仕方がないよ。だって、コミュニケーションを取る手段がさ、もう、普通に喋れないんだもん。知能がまだ未発達なわけだからさ。こいつ喋れるんだけどね。今から会うやつはさ。なんだけどさ、時々さ、大人になってさ、言語能力も多少あるはずなのにさ、全く喋れないバカいるじゃん。本当に。なんか全く日本語の通じないっていうか、日本人なのに日本語が喋れない、知能の、知能が著しく低下してさ、もはや赤ちゃん以下、赤ちゃん未満のやつとかもたまにいるじゃん。ね。そういう奴ら本当どうなってんだろうなと思うけどね。ということで、あれどっかで、無理なのか。お父ちゃん寒いよーということなので、残念ながら寒いままになっているから、そっか、じゃあどっかで火をちょっと燃やそうかなと思ったけど、無理っぽかったので、よいしょー、じゃあ一回出ていきましょう。順番間違えたね、ごめんね。無駄足だったみたいです。まあ、デクの貴様が手に入っただけでも。なんで死んじまったんだよ。まあ、俺が殺したんだけどね。よいしょ、ほい。で、青テクタイツがどっかにいるのかな？すげえな、なんか。ふわふわしてやがる。いや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 。やーやー。お前、また出てきたのかよ。暇だな。ちょー。なんか、有無を言わさず勇気を試してやるぞって言われた。まあいいや。試させていただきましょうか。あれ、スノーヘッドで手に入るさ、新しい武器ってな、なんだ？この影何？まあいいや、ほい。ほい。てか、お前も都合よくあれだな、落とせるもんだな、本当に。落としてなーい！ちょ、なかなか、もう誰でも負けちゃうか、決してキャンじゃない、もう、やるやるやる。こいつ、お前は罠にはめやがったな、この野郎。おかげさまでハートキャッチ死にかけだよね、この野郎。まあ、俺が単純に下手くそなだけだったかもしれないけど。危ない危ない。で、こっち。危ねえな、さっきから。こんなに難かったっけ、これ。なんでやねん。よし、 B 押したけど、なんか強制的にスタートさせられました。どうしよう。ファッサ。もうこういうのは信徒を滅却すればまたチン短しだからな。よし、行こう。何度でも立ち上がり呼ぶよ。100回落ちても1万回落ちても1万1回目も落ちる。ちょ、滑るんだよな、これ。こう滑らない方法ってなんかあるのかな？もしかして、実はデクの貴様になる、じゃ、で、あの、デクナッツになれば落ちないとか、そういう落ちとかある？で、さっき罠にはめられたんだよ。あ、やばいやばいやばい。よし、ほい。オッケー、さよならな。ほっほー。お前、どこに立ってんの？完全に下半身めり込んでるけど、大丈夫？帰りはそれを使ってみることじゃー、つって。もっと私のこと助けて、でっかい。これって爆弾で壊せるのかな？これめっちゃ爆弾出てくるやん。じゃあ、1個くらい使ってみよう。あ、壊せるんだ、一応。あ、いてて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 。ああ、なんか出てきた。なんだろう。誠のメガネかな。
ありがとう。顔のニヤキが止まらない。あーちょっと。なんかいたような気がするけど、きっと気のせいでしょう。なるほどね、早速こいつに試しなさいってことなのかな。ここで出てくるっていうのがなんかね、ちょっとオツというか、うん。あれ？マジでスノーヘッドマウンテンって何が出てきたっけ？あの、炎の矢は覚えてるんだけど、炎の矢だったっけ？新しいアイテムを埋めるのではなかったのか？あれ？ちょっとみんな覚えてないんだけどさ、コメント欄にさ、ブルーホース大好きって書いといて。さあ帰ろう。ああ、こういう斜めちゃんだったのね。よいしょ、ほい。あ！そういうこと！なんか浮いてんなって思ったら、おめえ影は見えんのかよ。中途半端なお化けだな。まあいいだろう。すげえこっち見てるからね。このまま喋りかけられないのか？無理ー。ちょちょちょ。てか、お腹の傷が痛々しいな。もしかしておめえ、オラの姿が見えること？本当に見えるなら、オラらついてくるごろ。これで影を追うでもいいのかな？手長っ！手、あ、やっぱそうだ。影があれだ。影ついてきゃいいんじゃん。ちょ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 。待て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 。はいはい。よいしょ。か手長いし、手でっかいな、こいつ。いやー、まあ、そういう残念なことも起こるんだろうな。あそこは無理なのかな、多分な。あそこに立つことはだってまず難しい。あー、そっか。これどっかで空き瓶って手に入らんのかな。一個じゃ辛いよね。空き瓶って何で手に入れるんだったっけ？一個はなんか三号じゃなくて、なんか、タツノオトシゴかなんかを捕まえるのに使った気もするんだけど。おめえどこ行く？行き？あ、ここね。ヒューなんか妖精みたいなのをチラ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 巻き散らしてってるけど。違うな。ああ、あっちか。で、またあれだ。ふわふわと。あれ？邪魔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 。あれ？あ、いててててて。そっちに行くんかーい。邪魔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 。あ、ちょ、待って。あれ？影が浮いてる。影ピッピー、影ピッピー。こいつあれだよね。あの、最短ルートじゃなくて、ちゃんとあの、リンクが通ることのできるルートを辿っているっていうところがすごい優しいよね。うん。いや、好感度高いっすよ。痛いっすよ。で、こっち行きましょう。これ、まさか、中途半端なところ止まるとかないよね。あ、行くよね、行くよね。これ無視して行っちゃったら多分、あれなんだろうな。行けないことになっちゃうんだろうな。で、これもう一回見つめて、目と目が合う瞬間、あなたのこと抱くよ。で、あそこを見るんだな。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、これをちょっとあの、あれだね。慎重に慎重に落ちないように飛んでいかなきゃいけないと。ほいっと。慎重とは。てか、こんなゴリゴリに寒いところなのにさ、あれ？ダメージを食らわないってすごい親切設計だよね。入った瞬間に、だって毒沼はさ、あっ、あっってなるのにさ、凍傷になっても死なないっていうさ、ちょ、でも、あれ？あ、なんだ、普通に行けんじゃねえかよ。で、こうしてたらなんかあれが減りにくいっていうのを聞いたことがある。どっち？右？あ、オッケーオッケーオッケー。右行って、左行って、ただすっげえね、多分ね、やってる側からしてもうざいし、見てる側からしても超うざいと思う。だから、おあいこだよね。よし、さあ行きましょう。さあ、ラストラ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 、はい、終わり。ああ、リンクが浮いている。怖い。お前は言って、あ、危ね、危ね、危ね。もう終わりかなと思ったら、まだ続きがあったんだね。しまった、しまった、しまくらっちよ、こう。ああ、懐かしい、しばきジョージさん。こっち？こっちだね。当てる、当てる。そうか、まだ続きが、ああ、なかったです。右、左、右ですね。こういうの全部覚えてる人とかいるんだろうな。目ざといよね。よし。あれ、なんか、今、あれじゃない？鍋かまって言ったら予約取れる時間がカチカチになってる。カチテラス。ふわー。おめえさんにはデルニアが見えないぐぐー。ゼマ見せらせぐぐー。プーン、プーン、プップ。で、どこ行った？あ、いた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 。見た言葉に文字で書かれている。
ゴロン族になったらか、あれなのかな、喋る、お話ししましょう。さあ、ゆっくりで、なんか俺の姿が見えるやつがそのうち来るって言ってたが、本当にそう言ってんだってゴロラ。俺はダルマーニ三世、ダルニアじゃなかったわ。誇り高きゴロンの勇者の忠臣者でゴロ。まあ自分で言うのは生きてる時は百戦錬磨の強者だってゴロ。そう、生きている時。そうだゴロ、俺はもう教えてやるゴロ。ゴロの里に悪さしている魔物の大将とヒスノーヘッドにしてる乗り込んだ前でもよかったが、スノーヘッドから吹き出す夕吹で谷に映るこのザマだゴロ。悔しいゴロ。これもゴロの里が凍りつけになっていくなんてただ見てるの死んでも死にきれないゴロ。そういう体力の旦那が言った時におめえ魔法使えてたってな。あたるも俺は魔法で生き返らせてくれやできないといけないなくてもいい。俺の癒されるのどんな方が癒されるでいいのね。癒されるでいいんだね。そうか。なんか恨み晴らさすべきか、みたいなじゃなくて、癒されればね。なんだっけ？これあれだよね。よく殺しの歌って言われてたんですよね。うん。こんばんは死ねっつってさ。おー、いい曲だ、この、オラの気持ちが溶けていく、魂ラジバンダリーヌー。兄ちゃん、頑張れ！兄ちゃん、頑張れ！多分あれだよ、凍傷が原因だな。なんかみんなゴリッゴリになんか顔色悪い、あ、じゃ、こいつらが普通の顔なのにさ、なんか一人だけ顔色すっげえ悪いもんな。なんか魂抜けてってる。もう溶けていくガラゴー。ポコ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 。ちゃん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 。パパパパゴロンの仮面を手に入れた。な、これになるとすっげえ普通の仮面なんだよな。シーデカブレゴロン姿は、はい、元に戻す姿に戻りまーす。ゴロンの里のことは頼んだゴロっていうことなので、さあ、皆さん一発目の恐ろしい顔になってみせましょう。ちょろちょちょろちょ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 。歯並びがいい。チェック。ここに眠る。ここに伝えよう。勇者の心を読む。動きの心得。誰よりも心誰も、ぐる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 。魔法力を持つ者のみ打ち砕く。動きが取れない。そして、ダルマーニ3世が、勇者の心を読みましょう。戦いの心得 B。そして B で押しながら、で、そしてこっちを後ろ掴んで、くるり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 、ジュボン。あったかいゴロー。これで、オラ、回復できるゴロー。ということで、仕方がないので、とりあえず回復。で、まあ、なんだかんだ移動スピードに関してはこいつを持ってるのが一番いいからな。チャラチャチャ、冷めないうちに飲んでみよう。ジュオー。ちぐちゃちぐちゃちぐちゃ。おめえ、いやいやいや、おめえさんのだるまに、じゃあ、俺が作った箱は一体誰の？もしかして墓の下があった。 そうです。私、生き返りましたけど、死にまーす。死んだけど、秒で死にま、じゃあ、生き返ったけど、秒で死にま、いいって。いった。 顔面からいったもんね、完全にね。ドゥー、オッケー。じゃあ、とりあえず、冷めないうちに。おう。よし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 
かしておくのが正解なのかな。どこ行ったっけ。こっちか。あった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 。おお、これはでも無理か。あおお、ちょっと待って、これ何。あ、無理だ。湖の水になっちまった。くそったれー、ムカつきんこ。仕方がないから、とりあえず
じゃあ、とりあえず、また戻らなきゃいけないのか、あそこ。あそこなんか一気に戻る方法ないのかな。まあ、ちょっとメインストーリーをいろいろと進めていきたい。おお、気づけばもう30分過ぎてるじゃないか。ああ、ムジラの仮面、あれだね、面白すぎるんだろうな、きっとな。面白すぎてもう、なんか、忘れちゃうね、時を。まあ、その時の、この実況もあの、一から戻せばいいだけの話なんで、最初の朝、パッパカパパ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 
ちょ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 、お邪魔しまーす。ちょ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 。ちょ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 。おめえ、しゃべる気あるか？なべかまテニス、ご予約の方ですか？そうでーす！はーい。ナイフの間。どんだけ切れ味鋭いのか？ちゃかちゃちゃちゃん。ごゆっくりアンジュさん。ねえ、前回ではただの鳥アレルギーのね、お姉ちゃんだったのが、お邪魔します。そしてさらに、金をパクる。チャラチャラチャチャー。なんだろう、これ宿泊特典なのかな？で、宿泊料はいくらなんだろう？わかんない。あ、ちょ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 。なんかすげえ、あれだね、入っていくのが難しい感じなんだけど、めちゃっちゃかちゃちゃちゃ、ビューン。で、これでやると、ちゃ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 、うふーん。どう、たくましい金遊んでいかない？金結構取るな。中身を見てるお楽しみ。チュイーン、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 ボー、どこ？あー、はいはい、行きましょう。あー、ちょーん。あー、ちょーん。ちょっと待って、なんか、思いもよらないスピードで到着しちゃったんだけど、こんなのありか？さあ、慎重に慎重に。そんな入れ墨掘ってからダメなんだよ。もっと、ゴロン族っぽい。やったーねー。喜んでもらえた？ねえ、もう一回しない？ごめん、もうちょっと体力回復には1時間必要なので無理です。はい、ということで、まあ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 、時間も時間なので、一旦この辺りで終了とさせていただきましょうかね。次回は、スノーヘッドに乗り込むところまで行きたいんだけど、まあなんかちょっといろいろとやった方がいいのかなって思うこともたくさんありますので、まあどっから始めるかはちょっとね、まあ始まったところのお楽しみということで、一旦じゃあこの辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。では、本日もね、動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら幸いでございます。ではね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしく。では、